シャブタイ派、あるいはサバタイ派とは、旧世主を自称したシャブタイツブを中心に17世紀の半ばに誕生したメシアニズムを信奉するユダヤ教の党派の名称である。その教義の根底には、急進的なカバラ思想が据えられていたため、ユダヤ教の正統派からは遺憾とみなされていた。ただし現在のユダヤ教がシャブタイ派の影響を少なからず受けていることは事実である。 1666年にアムステルダムで印刷されたシャブタイ派のパンフレットと題されている。預言者が活躍していた古代ユダ王国の時代より、ユダヤ人は民族を苦難の淵から救い出してくれる英雄的人物の到来を待ち望んでいた。その人物こそメシアと呼ばれるもので、メシアには神の敵対者と戦い、偶像崇拝を根絶し、 エルサレムに神殿を築き、神権体制の下全世界を本来あるべき姿に修復させることが期待されていた。1648年から1649年にかけて、ウクライナを中心とした、東欧の各地でフメルニツキーの乱が起き、累計10万人ものユダヤ人が虐殺された。当時の東欧のユダヤ人社会では、ゾハルの記述を根拠に、 ユダヤ歴5408年が救済の年になると、カバリストによって計算されており、多くの民衆もそれを信じていた。しかし、ユダヤ教には、ヘブレー・マシア派という思想があった。すなわち、救済に至るまでに、ユダヤ民族の大量虐殺が起こり、尊敬すべき多くのラビが命を失い、残された民は老狽しながら絶望の淵で救済を。 渇望することになると信じられていたのである。そこに起きたフメリニツキーの乱は、ユダヤ人社会に凄まじい衝撃を与えることになった。多くのラビはカバラに没頭し、救世主が現れる具体的な記述の特定を急いだ。一般民衆の間では、伝統的に大衆性のない神秘主義を学ぶことは、過小評価されていたのだが、これを機にカバラの学習熱が大いに高まることになった。 特に関心が集まったのは、ラビーツハク・ルリアが提示したカバラ体系であった。また、ルリアの思想における救済の概念にも目が向けられた。ルリアのカバラでは、救済の日は、この世の週末に訪れるとされているのだが、天上界における、ティクンはすでに行われていると説かれていた。この現象は東欧だけでなく、北、アフリカや中近東といった各地のユダヤ人社会にも飛び火した。 終わりなき北外に疲弊した民衆の間では、救世主待望の機運が急速に高まっていた。このような時代背景を背負って、シャブタイ派は誕生している。そして世界中のユダヤ人を巻き込みながら、近代ユダヤ民族史上有数の危機的な時代を渡り歩くことになる。シャブタイ派は、その中心人物たる二人のカバリスとの出会いをきっかけに誕生している。その二人とは、 奇人として知られていた、シャブタイツビとガザのナタンことアブラハムナタンである。1665年に描かれたシャブタイツビの肖像。1626年7月1日、シャブタイツビはイズミールにて生を受けた。彼こそが後にシャブタイ派の信奉者から救世主、さらには肉体を備えた神そのものとさえみなされることになる人物である。ツビは、 少年期に耐えがたい性的虐待を体験しており、その際に男性期にひどいやけどを負ったとされている。この出来事は彼の人格形成に多大な影響を及ぼしており、生涯彼を悩ませ続けた重度の相うつ病は、この時の心的外傷が原因と見られている。次は少年時代よりエンソフやセフィロトといったカバラの概念に馴染み、 やがてはいくつものカバラ理論に精通するようになった。もちろんその中には、ルリアのカバラも含まれていたのだが、ツビの思考とは根本的に相性が合わなかったようである。ツビが救世主を自称するようになったのは1648年のことである。しかし、彼の言葉を真面目に信じる者など当時は誰もおらず、ほとんどの人間から強人扱いされていた。また、 トーラーの朗将の際には、ハラハにて発音が禁じられているがために、アドナイト代読されている神の名前を平然と口にするなど、伝統的な戒律を、たびたび無視してはその度に批判を浴びていた。やがては度重なる修文に耐えていたイズミールのラビや、有力者からも見限られるようになり、ついにはイズミールから追放されてしまった。それから十二年の間、 次は各地を放浪することになった。その間にも、戒律違反を伴った気候は日に日に悪質化しており、伝えられるところでは、モーセ後小妻に見立てての結婚式典を開催したり、安息日や祝祭日の期日を変更したり、ハラハーで禁じられた父で煮込んだ、肉料理を食べるなど、限度をわきまえなかった。また、ハラハーに対する違反を犯すたびにベレホと、ハイコールシャホルを真似て、 解律の解禁に祝福あれと叫んでいた。その真意は、救世主が到来する日にはハラハーによる禁止事項が解禁されるというミドラッシュの記述を実践することにあった。ツビは、一旦、イズミールに戻ったものの、家族からの経済的援助を条件に厄介払い、されるかようにエルサレムに送り出された。ツビは、ロドス島とエジプトを経由して、エルサレムに入場し、ユダヤ人社会で、 一定の評価を得ることになる。その後、エルサレムの共同体に献納する資金を収集するために滞在していたエジプトで、サラという名前の情緒不安定な女性を妻にめとることになる。彼女は、故郷のリボルノにて、救世主の妻になるという予言を受けたそうで、その噂はエジプトまで届いていた。彼女に関しては、イ行をはじめとした数々の集文も囁かれていたのだが、 ホセア書一章二節の、て陰行の女をめとり、陰行によるコラを受け入れよ。この国は、アルジェから離れ、陰行にふけっているからだ。という予言を成就するため、ツビ自らが彼女をエジプトへ招待したことになっている。ツビは、本来の目的が終わると、市内半島からガザを経由して、エルサレムへ向かった。その途中で、予言者を自称する、ガザのナタンこと、 アブラハム・ナタン・ベン・エリシャ・ハイム・ハイ・コール・レビア・シュケナジートであったのである。1665年のことであった。エルサレムで生まれ育ったナタンは少年時代より周囲からエロいとみなされていたほどの人物である。ツビトであった当時は優秀なカバリストとしての地位をすでに固めており、まだ21歳の青年であったにもかかわらず、民衆の心の病を癒すなど、 預言者めいた力があることで知られていた。ツビもその噂を聞いてガザに駆けつけたようである。ナタンはツビとの最初の出会いにおいて同じ年のプリム祭の頃に見た幻について語っている。彼はその幻の中でシャブタイツビこそがイスラエルの救世主であるという予言を受けていたのである。ナタンはさらにカバラの理論に基づいた自らの思想の革新についてツビに説明した。 こうして、二人は互いに影響されながら、シャブ隊ツビの個人的支出によって救済が訪れるという信仰の基礎を完成させ、民衆に教え始めたのである。なお、ナタンはツビに命じられ、以降はナタンベニヤミンを名乗るようになった。罪の買いのために苦行に耐えるシャブ隊派の信奉者を描いた版画。二人を中心にした布教活動は、ガザやヘブロンでは、 大きな成功を収め、シャブタイ派の思想は、多くのユダヤ人に受け入れられた。しかし、エルサレムに戻った、次を待ち受けていたのは、ラビアーコブハギズを筆頭にした、ユダヤ人社会からの辛辣な批判であった。町の道化師からは、シャリア派を送ったのに帰ってきたのはマシア派だったと馬鹿に、されたりもした。エルサレムのラビは、その影響力や、求心力からして、特別な存在だったため、 ナタンとしては、ゼが、日にも彼らからの理解を得たいところであった。彼は十二人の弟子を集めて、イスラエルの十二子族と呼び、彼らをエルサレムに捧げる神聖な生贄と定めた。また、ガザのラビで弟子の筆頭角でもあったラビアアーコブナジャラを、大祭司に任命して、生贄の儀式を執行しようとした。しかし、エルサレムのラビは、イスラム教徒からの避難を招く恐れがあるとして、 反対した。ナタンはそれに同意すると、すでに準備の整っていた計画をすべて白紙撤回した。ラビ・ヤーコブ・ナジャラは、その後、イケニエに指名された12人と共にヨルダン川を渡り、ペトラにあるアロンの墓にて、キクンの儀式を行った。その後、エルサレムのラビから、様々な剣で難癖をつけられた。次は、王位を伺っているとして告発されて、 鍵の手に引き渡される運びとなった。しかし、釣りの友人が担当の鍵とも親しかったことが、幸いして無罪方面となり、特例として馬に乗ることも強化された。釣りは、当時最も荘厳とされた緑色の衣装をまとうと、さながら外旋パレードのように馬にまたがって、市街を七回も巡ったという。彼の後ろには悪霊に取り憑かれたかのごとく、 狂気乱舞する信奉者が追行したのだが、その異様な光景に、エルサレムの住民は、あぜんとするしかなかった。エルサレムのラビは、ツビに波紋を言い渡し、強引にエルサレムから追放した。ツビは、イズミールに戻ったのだが、ユダヤ人社会の大衆からは、イスラエルの王として迎えられ、絶大な支持を得るようになった。彼は反対派の大物だったアロン・ベイン・イツハクラパパを、尻け、 のの一時的なな不和を乗り越えて、彼の熱烈な支持者に復帰したラビハイム・ベンベニストをラパパに代わる地位に就かせた。ラビハイム・ベンベニストは、カバラの名著、シュルハン・アルーフの注釈書、クネセト・ハイコール・ゲドラーの著者と知られる人物で、近代ハラハーにおける巨匠の一人とされている。ナタンは、カバラ的な論説を多数執筆し、その中で、シャブタイツビこそが、 救世主であることを宣言した。彼の著作は深淵な内容で多くのカバラに精通した彼の白色ぶりを伺うことができる。罪とナタンは三ツ葉と亜生の一部を無効とする一方、三ツ葉とローター生の解禁を推し進めた。そのほとんどは違反した場合に罰則が与えられる戒律であった。二人の主張によればユダヤ教の戒律とは 救世主の到来を促すための手段に過ぎず、すでに救世主たる罪が現れている以上、戒立の有効性はおのずから消失するという理論なのであった。その他にも、アーブの9日に行われるティックンハットと断食の廃止を宣言し、その日になると、イスラエル救済の日と命打ち、シャブ隊派の信奉者を集めて祝賀行事を開催した。また、ルリアのカバラにおける思想を、 ユダヤ人の追放の時期にのみ固執しているとして、排斥した。それに対して反、シャブタイ派の陣営は、ツビと弟子たちが、乱行パーティーを開催し、そこで、同性愛行為にふけっているなどと因縁をつけては、たびたびシャブタイ派の活動を非難していた。カバラと、シャブタイ派について詳しいゲルショム、ショーレムによると、ツビは、救世主とみなされていたにもかかわらず、 意外と他人の意志に影響されやすい性格で、彼自身には、シャブタイ派を東大随一の運動にまで発展させるほどのカリスマ性はなく、シャブタイ派の世界的な拡散と需要の責任を負っていたのはむしろナタンであったという。シャブタイ派が公式に告示していた生命は、ひとえに魂の悔い改めであった。しかし、民衆の間では、旧聖主の王国の到来、すなわち罪が、 オスマン帝国のスルタンを追放し、彼に代わって大いにつくという噂が、誠しやかに囁かれていた。それ以外にも、イスラエルの失われた獣士族が現れるという話や、メッカとペルシアが、救世主との戦いで陥落するという話が、真面目に議論されていた。イエメンでは、賢者と称えられていたラビシャロムシャバジと、罪との関係が取り沙汰されていた。各国の新聞は、 シャブタイ派の話題に多くの紙面を割いて読者の不安を煽っていた。民衆の多くはやがてジオンに救済が訪れ悪の王国が地上から相当されると信じていた。中にはパレスティナへの帰還に備えて不動産や家財を売却する者も大勢いた。シャブタイ派の信奉者は彼らの信条に従って戒律違反を繰り返しながら聖地に向かうにあたってなすべき、 行いについての命令が、ナタンの口から下されるの片図を呑んで待っていた。シャブタイ派に同調したのは、ユダヤ人だけではなく、一部のキリスト教徒も、週末の到来を信じて、シャブタイ派に足並みを揃えた。悔い改めの証として行われた断食はしわたたく、間に、各地で実践されるようになり、ユダヤ教徒も、異教徒に負けじと断食を行った。 牢獄内でコーキングにはめられているツビと越見に訪れた客人を描いた版画。ただし、ガリポリでの監禁時なのか、ウルチニで監禁時なのかは分かっていない。1666年のこと、自らが救世主であることをオスマン帝国のスルタンに理解させるため、ツビはイズミールからコンスタンティノープルに向けて出発した。しかし、 コンスタンティノープルに着いた途端に身柄を拘束され、ガリポリの要塞にある監獄に監禁された。信奉者はこの出来事を、イスレー・マシア派と解釈して意に返さず、その後は頻繁に罪ビとの面会に訪れていた。それから、ツのイスラム教演の回収に至るまで、彼の論獄は信奉者の溜まり場となり、いつしか、ミグダル、オズと呼ばれるようになっていた。虜り好みでありながらも、 ガリポリでのツビはカリスマ的指導者としての立場を堅持していた。しかし彼に不信の目を向けたポーランドのカバリストネヘミヤ後編の告発により1666年9月16日大勢のユダヤ人を巻き込んだ茶番劇に終止符が打たれることになる。エディルネにてスルタンの御前で裁かれたツビには死刑かイスラム教演の回収かという選択権が 与えられたのだが、彼は後者を選択した。次の回収という予想外の出来事が、信奉者に与えた衝撃は、計り知れないもので、彼らの多くは、罪に寄せていた壮大な期待を断念し、中には、ユダヤ教自体に見切りをつける者もいた。その一方、なおも次に忠誠を誓う熱心な信奉者の数は、多く、その一部は、彼の後を追って、 イスラム教に回収することも厭わなかった。もちろんナタンも罪に対する信仰を保持し続け、罪の回収以降もシャブタイ派思想の普及に前例を注いだ。ナタンは動揺する信奉者に対して、救世主の転落はケフホトへの先行であり、ハーラーとハイコールに卒卒のために、すべからく要求されたプロセスであると説いて回った。アブラハム・ミグエル・カルドソッいったシャブタイ派の別の、 指導者も、それぞれの見解を用いて信奉者の説得に、当たっていた。シャブタイ派の一部は、ツビに追随して、イスラム教へ改修したのだが、彼らの改修はまやかしに過ぎなかった。他ならぬ、ツビ自身も、相変わらずで、エディルネを拠点に据えた後は、名目上は、イスラム教シャブタイ派の指導者となったものの、イスラム教ともユダヤ教ともつかない、独自の生活スタイルを崩さず、 公共の場でもシャブタイ派独自の儀式を繰り返していた。1672年、ツビは滞在先のコンスタンティノープルでイスラムに対する配信の罪で逮捕された。その後、アルバニアのウルチニへ抑留され、死ぬまで同地を出ることがなかった。ツビは1676年の大食材日に死んでいる。50歳であった。彼の死は、 週末の救済というエピローグに向けての重要なチャプターであるとされた。ナタンは自らのカバラの理論を駆使してすべての現象の説明を試みた。すなわち、次は死んだのではなく思考の光に飲み込まれてしまったのであり、それは神の一部として生まれ変わったに他ならないと信奉者及び自らに言い聞かせたのである。そのナタンも、 1680年1月12日にマケドニアのスコピエで死んだ。次の回収都市はシャブタイ派を骨抜きにしてしまった。信奉者の多くは彼に対する信仰を放棄してユダヤ教の伝統に立ち返った。しかし後戻りできない顔面な信奉者はヨーロッパから中近東の各地に集結し、シャブタイ派の残党として活動を継続させていた。特に バルカン半島とアナトリア半島での進行は根強く、あるものは公然と、あるものは秘密裏に救済の訪れを待っていた。もっとも、シャブタイ派の間では、次の回収と死に関しての統一的な見解を見出せていなかった。それをカバラの神秘的な奥義として解釈するグループもあれば、回収は愚かしさえをも否定するグループもあった。 来たるべき日に再び世に姿を現すという意見もあれば、罪の魂は転生して、すでに他の人間となって生まれ変わっていると考えるものもいた。後にドンメ派の指導者となったバルキーやロッソや、フランク主義の提唱者であるポーランドのヤコブ・フランクも、この時期に、それぞれの思想を固めていった。多くの信奉者は、罪の再来を疑わなかったので、生まれ変わった。 ツビが思考の光の中から姿を表す記述を様々な理論を用いて計算していた。また、ユダヤ民族には救済の最終段階において新しい立法が授与され、ツビが破棄した伝統的な立法に代わって適用されると信じられていたのだが、その日までに既存の立法には効力があるのか、あるいはすでに効力をなくしているのか、といったことが長らく議論されていた。 シャブタイ派の衰退が顕著になっていた1683年のことテッサロニキ在住のおよそ300名のユダヤ人がイスラム教に改宗した。シャブタイツビの義父であったヨセフフィロソフを指導者とするこのグループはツビの時代にイスラム教に改宗したシャブタイ派の人々と深いつながりがあった。彼らはその後に誕生するドンメ派の黎明期における構成員となっており、 テッサロニキの他に、エディルネにも拠点を持っていた。このグループは最終的に3つの派閥に分離しているのだが、保守派から急進派に至るまで、いずれもがバルキアロスを指導者として崇め、シャブ隊ビに代わる新しい救世主とみなしていた。彼らの思想は共同体の枠を超えて各地に広がり、シャブ隊派の時代における熱狂をしのぐほどの勢いを見せた。 ドンメ派から派生したグループはイタリアでも活動していた。彼らはマギを立て、神から下される啓示に基づいて、思想を形成していた。他のグループが極端なメシアニズムに傾倒する中、彼らはむしろ目視主義を前面に押し出していた。18世紀にもなると、ユダヤ人社会の中でさえ、シャブタイ派思想を受け継ぐ者はごく少数となっていた。ヨーロッパでは、ネヘミヤヒア・ベン・モシェ・ハユン、 ハイム・マルアフ、ゾルクア出身のイツハク・カイダネル、アイゼンシュタット出身のモルデカイ・モキア派などが、シャブタイ派の新たな預言者、あるいは救世主として名前が挙がったこともあるのだが、ラビア、共同体の指導者は彼らに対して強硬な姿勢をとり、戦争さえも辞さなかった。シャブタイ派の時代に得た教訓の一つとして、カバラと神秘主義の学習に、 一定の制限を設ける制度が確立した。また、バード・アルバー・アラゾトは、40歳になるまでは、カバラの学習を禁止し、それまでの間に、タルムードとハラハを習得するよう呼びかけた。これらの制度が施行された後も、シャブタイ派に心を奪われているとおぼしき多くのラビに、疑惑の目が向けられた。しかし彼らの多くは、伝統的な戒律の解禁などをイデオロギーに、 掲げていたかつてのシャブタイ派ではなく、経験主義を基盤に、シャブタイ派の主題を織り混ぜた新しい思想を模索していた。ドイツやエルサレムで活動していたラビ・ヤーコブ・エムデミア、ラビ・モウシェベニ・ヤーコブ・ハギズは、ユダヤ人迫害の口実となりかねないシャブタイ派に、対する潜在的な恐怖心や、脅迫観念に後押しされ、シャブタイ派狩りを煽る書物を出版した。 ラビー・エホナタン・アイベシッツ。エムデンによって、シャブタイ派の信奉者と疑われた人物の一人に、ドイツの重鎮ラビー・エホナタン・アイベシッツがいた。エムデンの主張によれば、アイベシッツは、シャブタイ派の秘密のシンボルが記された、治癒の護符を病人に配っていたという。両者の間に起きた論争は、多くのラビを巻き込んだのだが、そのほとんどがアイベシッツの人徳を信じて、彼を擁護した。 しかし、今日では、ゲルショム、ショーレムラの調査によって、アイベシュツを、シャブタイ派の一員とするエムデンの主張にこそ妥当性があると認識されている。また、ラビモーシェハギズが中心となって、モーシェハイム・ルツァットを相手に起こした有名な論争では、シャブタイ派と関わって予言者を自称したとして、ルツァットが告訴された。対するルツァットは、カバラ神学の観点から、 シャブタイ派思想を論理的に考察した著書、キヌアとアドナイツェ・バオットを上司して対抗した。エムデンも同様に、シャブタイ派の定流にある、カバラ思想の神学的な探求を試みた。その努力の末に執筆された、ミトパハト・セファリームでは、ゾハルに基づいた古典的なカバラ思想の近代における、有効性と信頼性について、疑問を呈している。また、ラムバムが著作。 迷える人々のための導きにおいて、ユダヤ思想をアリストテレス哲学の概念を用いて説明したことを批判しつつ、シャブタイ派思想を哲学的に解明するには限界があると訴えている。ヤコブ・フランク。18世紀の半ばになると、当時はポーランド領、現在のウクライナにおいて、ヤコブ・フランクがフランク主義を掲げて社会運動を起こしたため、これを機に、 シャブタイハシソウの再流行が見られた。フランクは自らがシャブタイツビの生まれ変わりであると主張した。フランク主義者の多くはユダヤ教の伝統的なモラルを無視して法当にふけり、シャブタイハシソウの本質的な部分をさらけ出していた。フランクも同様に仲間を集めて疑似家族と小規模な王国を作り、仲間内で近親相関を繰り返していた。 この運動は1759年に信奉者たちが大勢キリスト教に改修したことにより終焉を迎えているとされる。19世紀になるとフランク主義の沈静化とともにシャブタイ派思想もヨーロッパにおいては活発な活動は行われていないように見える。ハシディズムの運動が盛り上がっていた頃、アビラー・レシェマーに対する考え方がシャブタイ派の解釈に依存しているなど、 ハシリズムに見られるシャブ隊派との共通点が敵対者に断罪されて論争が勃発した際、数年間ほどシャブ隊派の名前が思い出されることがあった。ハシリズムの競技にはシャブ隊派思想との類似が指摘されるのもやむを得ない箇所が確かにある。特に顕著なのが義の力を過大評価している点で、それによって世界を秩序立て、思考の世界との関係を保つとしているのだが、 非常に現実主義的な観点から世俗世界の神聖化を論じているのである。実際、巧妙なハシディズムの宮廷では、ハラハラの細部を侮る傾向があり、実践するよりも思考することが重要であると説かれていた。もっとも反対派の思惑とは裏腹に、ハシディズムは自流にかなった思想としてユダヤ教に取り込まれた。現在ではハシディズムに対する非難は、ほとんど見られない。 カバラ研究の権威で、ヘブライ大学教授のイエフダリベスは、ハシリズムの反対者であったラビエリアフ、ベンシュロモーザルマンの弟子、シクロウ出身のラビメナヘムメンデルの著書を多数研究したのだが、そこには、シャブタイ派とシャブタイツビに対する愛憎を入り混じった複雑な感情が参見できるとしている。また、ビルナで活躍していたシャブタイ派のカバリスト、ラビヘイシルツオレフト、 シャブタイツビを暗示する多数のゲマトリアを発見した。それらを解読したところ、メンデルがツビを真の救世主であると考えていたことが分かった。メンデルはもしツビの強欲な性格や尊大な態度がなかったならば、彼は間違いなく救世主としてユダヤ人に歓迎されたはずであったと悔やんでいた。しかし、それが叶わなかったにしても、ツビの活動は ユダヤ人救済のために敷かれる道筋において必要不可欠な構成要素であったと結論付けている。また、メンデルの著書からはフランク主義者がラビエリアフザルマンのことを信頼すべき霊的指導者として認めていたことも分かった。シャブタイ派直系の宗派として現在でも生き残っているのはトルコを中心に活動しているドンメ派だけである。 トルコ建国の父ムスタファケマルアタチュルクは、ドンメハの小学校で教育を受けて育ったため、彼のことをドンメハの出身者であると主張する者も,もいる。ドンメハは1683年にテッサロニキで誕生し、シャブタイツビの時代にイスラム教に改修したグループと合流して、地盤を安定させた。彼らの人口は18世紀の段階で約3000人とされ、 19世紀の末になって1万人を超えるようになった。20世紀の第一四半期の間は1万3000人から1万5000人だったと見積もられている。テッサロニキではドンメ派の出身者が養殖についているケースが多く、銀行家や実業家、医者、法律家などエリート層の比率は高い。また、国政に携わっているものも少なくない。 創設の経緯からわかるように、ドンメハの構成員は代々イスラム教徒としての生活を営んできたのだが、それは建前でしかなく、実際には世紀のイスラム教を受け入れていなかった。また、イスラム教徒及び一般のユダヤ教徒との結婚を許さず、近親婚を繰り返してきた。これはすなわち、近親相関のタブーが代々破られてきたことを意味しており、 かつては儀式において性的な乱行が模様されていると非難されることもあった。また、西洋の宗教にある性における男女間の合意という還元も欠如していたようである。現在では、ほとんどの地域で世俗化が果たされており、イスラム教徒との同化も進んでいる。そのため、ドンメ派としてのアイデンティティを持つ世代はいずれ消滅するのではないかと懸念されている。シャブタイツビは、 当時もてはやされていたラビイツハクルリアのカバラではなく、それ以前に成立していた古典的なカバラを愛好し、ゾハルなど古い書物から多大なインスピレーションを受けている。にもかかわらず、シャブタイ派の競技は概ねルリアのカバラ理論に立脚している。その理由は簡単で、シャブタイ派の理論を形成したのは、ドーハの預言者、ケン・スポークスマンで、 ルリアのカバラに造形が深いアブラハム・ナタンだったからで、ある。ルリアのカバラには、救世主待望の緊張感、切迫感がみなぎっており、救済に関する助実は詳細でありながら、難解を極めているのだが、それは、ナタンのカバラの特徴でもある。ナタンは他にも、ラビモーセ・コルドベロの著作からも多くを学んでおり、彼のカバラ理論は先人たちの思想、方法論を再構築したものである。 中でも明確にしている点は、シャブタイツビこそがユダヤ人が待望した真の救世主であるということに、他ならない。その真偽はともかく、カバリストの多くは、シャブタイ派の教義がすべてのカバラの世代を通じて見ても重要な教義の一つであったことを認めている。ナタンは大勢の弟子と共にガザの海岸を散歩するのを日課としており、そこで、 救世主の観念を中心としたカバラの司祭を弟子に教えていた。彼の著作には、セフェルハイコールベイリアー、シャーレーハイコールダートデルシュハイコールタンなどがあるのだが、それらの書物において、ルリアのカバラを継承しつつも独創性を失わない、彼の思想が見て取れる。ナタンの競技で、比較的タイ部を占めているのは、救世主たる、罪と預言者たる彼自身の魂の変歴である。 それによると、両者の魂は、天地創造の日より転生を繰り返しているのだが、救済の日の到来まで続けられるその運動の中にこそ全宇宙的な意義が秘められているという。シャブタイハシソの根底には、神という観念に対するツビ自身による解釈が据えられている。ツビはカバラを学び始めた当初から、カバラにおける神の概念ソフと同じくカバラの中心概念で、 世界創生のプロセスを明示するセフィロトとの関係に違和感を覚えていた。多くのカバリストに指示されていたルリアのカバラをツビが受け入れなかったのはエンソフの働きを顕在化できるのはセフィロトだけであると述べられていたからである。一方のツビはゾハルのテキストを文字通りに解釈していた。ツビはイズミールで学んでいた青年時代の頃にはすでに神の概念の おおよそのディテールを完成させていた。彼の発想で独創的だったのは永遠の存在で万物の根源たる塩素フと非造物たる世界を完全に切り離して考えるということであった。塩素夫はこの世に何の影響も与えておらず、また審判者のごとくこの世を監視しているわけでもない。一方、セフィロトの6番目のセフィラーであるティフエレトこそ他ならぬ 天地創造の神、すなわちユダヤ人に崇拝することが要求されているイスラエルの神であるとした。神聖に対する彼の斬新な視点は、エピクロスの哲学における方法論にも通ずるイマジネーションにあふれたものだったのだが、一般には受け入れられないことを彼自身がよく理解していた。それゆえ、当時は弟子の中でも特に親しかった者にしか自らの教義を教えなかった。 次の思想は、後に、シャブタイ派の指導者の一人となる、アブラハム・ミグエル・カルドソが次の名を借りて執筆した、ラザデイコール・メヘマヌータの中でつまびらかにされている。とはいえ、シャブタイ派の内部では、神の観念についての統一的な見解が絞り切れていなかった。ナタンは、シャブタイ・ツビと神との間には完全な合一が、見られるとし、次の初期だった。 サムエル・プリモもツビの申請を認めていた。一方、カルドソをはじめとしたシャブ大派のカバリストの多くは、プリモの見解に否定的で、ツビを深刻化することは、配信行為に他ならないとして、プリモと彼の仲間に対して容赦ない論争を仕掛けた。それをきっかけに、ツビ、ナタン、プリモの陣営とカルドソの陣営との間に、全世界の創造主でありながら、 世界から切り離された存在としてのエンソフと、セフィロトのティフエレトに位置するイスラエルの神との関係についての議論が起こった。次は、世界が修復される時にこそ、エンソフとイスラエルの神の一体化が図られると予見したのだが、カルドソは、両者の乖離は永久に不変であるとした。各民族、各宗教の古代神話には、 根源的な存在としての神と世界創生において誕生する秘蔵物についての物語が共通して見られるのだが、もちろん、ヘブライ聖書にもそれらを見出すことができる。しかもカバリストによれば、ヘブライ聖書にはイスラエルの神が地獄を支配する悪のゴンゲを相手に闘争を繰り広げていたことの暗示が見られるという。そのゴンゲは、ナハシュバリア派、タンニーン、レビアタンなどと呼ばれている。 ところが、シャブタイ派の競技では、これらの章句は、善とある、光と闇といった、相反する二つの勢力間における、闘争の暗示ではなく、神自身に備わった二つの側面による、闘争の暗示であるとし、蛇のような存在は、その一側面の具現化に過ぎないとしている。また、古代の伝承によれば、古の時代の蛇は翼を持っており、鳥ではなく、 ヘビとして大空を飛ぶことができたという。つまり、ヘビの活動は、世界の節理における調和と安定に寄与しているのであり、万物を維持するためには必要不可欠な要素であるという。ヘビのパーソナリティは申請を備えた、ツビのそれと対極にあるのではなく、ヘビの目的も、また世界に救済をもたらすことにあり、それはすなわちツビの申請をも救済することになる。 この世界観には、ルリアの弟子であったヨセフイブンタブールによるツムツムについての注釈の影響が多分に認められる。ルリアのカバラでは、チムツムによる世界創生は失敗に終わったと説かれており、ラビハイムベンヨセフビタールなど彼の弟子の多くはその思想を継承していた。ところが、イブンタブールだけは、ツムツムは成功裏に完了しており、その後、神の思惑通りに、 エンソフが流出して、ケリフォトの浄化が始まった、考えていた。シャブタイ派の協議は、突飛な発想によって打ち立てられた革新的な、理論ではない。ナミールカバリストの詐称に耐えながら、幾世代にもわたって、信頼されてきた古典的なテキストにこそより多くの、価値を認めるという点で、むしろ原理主義といった方がふさわしいのかもしれない。例えば、 ラビオセフジカピラの著作もその一つである。ゾハルの中にもヘビにまつわる重要な描写がある。それによると、ヘビはシェヒナーの子宮を開くものとされている。つまり、神聖が備える女性的な側面を活動領域とし、女性的なものを浄化させるのである。シャブタイ派が伝えた神話では、偉大な救世主は、 不浄な世界を這い回る聖なる蛇として、ケリホトで捕らえられたのだが、ハーラーとハイコールにッとを達成させるため敵と戦った、述べている。ナタンはこれに関連して、モーセが、市内の荒野で作ったとされるナハシュネフシャタンに注目している。民数記の21章によれば、イスラエルの民は蛇に噛まれてもナハシュネフシャタンを見るだけ、蛇の毒から癒されていたという。 予言者とされたナタンは、カリスマ性あふれる指導者であると同時に優れた、修辞学者でもあった。次の特徴として、しばしば見られた、起伏の激しい精神状態の変化は、現在では、双極性障害が原因だと考えられているのだが、ナタンの見解によれば、次の精神世界の中で繰り広げられていたケリホトとの、間の霊的な闘争が原因とされていた。 ツビのイスラム教への改修をきっかけにナタンは自身の思想を結晶化させたのだが、そこでは自らを貶め、地軸に染まったツビに備わる救世主としての資質に最も焦点が当てられている。つまり、一見したところ失墜したかに見えるツビの行動は、実は天上界における費用儀に他ならず、法秩序との間における闘争が、 最終段階に突入したことを意味していると考えた。また、ナタンは様式化された伝統的な救世主像にも言及し、それを浮上、劣悪、無価値と表して切り捨てつつ、自らが提示する神話的英雄像に多義性を持たせている。シャブ大派の信奉者の間では、罪が弟子のイスラム化を推奨しているのか否かについての疑問が噴出し、悪なき議論が繰り返された。 ナタンは、ツビから直々に回収を命じられた者だけが、イスラム化を通じて、世界を修復する義務があると主張した。また、ツビとの面会時において彼が、精神的に高揚しているようであれば、すぐさま引き返すようで死に指示を出している。これは、ツビが、そう状態になると、すべてのユダヤ人のイスラム教営の回収を、熱望するようになるからである。アブラハム・ミグエル・カルドソは、 回収という手段による世界修復は信奉者それぞれに割り当てられた義務ではなく救世主のみが果たすべき義務であると主張した。また、回収後の次の行動がケリホトに対して段階的に影響を及ぼしていると述べている。求進的なグループともなると、シャブ大派信奉者のすべてがユダヤ教を破棄した暁にこそ救済が訪れると考え、 こぞって、イスラム教やキリスト教に回収してしまった。ありがとうございます。